今日、職場で仕事中に5期が出たのよ。普段は見たことがないから、専用の殺虫剤もなくて、緊張るくらいしかないのよ。ジムの女の子が、緊張るを持ってきてスプレーするんだけど、怖くて近くに行けない。だから、貸しなさい。って言ってるのに、パニックになってるのか、聞こえてないのか。ずーっとスプレーしっぱなし。もう、一缶全部使っちゃうの。っていうくらい、スプレーし続けるのよ。広くない締め切った部屋に、殺虫剤が充満してるのに、肝心のやつはピンピンしてるのよ。私は、命の危機を感じて、いらない封筒に雑誌を入れて、やつを叩いたのよ。そしたらジムの子が、私子さん、強い。私、怖くてそんなに近づけない。私の部屋に出た時は、私子さんに来てもらおっかな。っていうの。私もやりたくてやったわけでもないし、褒めたつもりかもしれないが、気分が悪いわ。これ以上、スプレーされたくなかっただけだよ。その後、窓を開けたら、暑いわ、殺虫剤の匂いが臭いわ。死にそうなのは、人間の方だわ。